はい、それでは今回は、Google スプレッドシートのダウンロードをしていきます。はい、ですね、Google スプレッドシート、あとはですね、Google アプリランチャーっていうのがあるんですけども、そちらをダウンロードしていない方は、もしかしたら、このマークをが表示されていないという可能性もありますので、表示されていない場合はですね、まあ、こういう風になるんですけども、まあ、基本的にはこういう風になります。はい。で、こういう風にならないというような方は、Google アカウントのところからではなく、また Google から検索していただいて、Google スプレッドシートと検索してもらうと、Google スプレッドシートというのがこちらありますので、これをこう、開始してください。開始ですね。それをしていただけると使えるようになりますので、そういうふうに、まあ、こうですね、使うと、こういうふうにしていただきたいなと思います。で、Google スプレッドシートと、あとは、Google アプリ、Google アプリランチャーですね。Google スプレッドシートと Google アプリランチャー、これを、ダウンロードしてください。で、この時にこれが出てこなかったり Google ドライブに行けなかったという場合は Google スプレッドシート、Google アプリランチャー、あとはですね、これはですね、パソコンとかによってWindows とか Mac で結構違ったりしますので、これはその都度対応してください。 Google ドライブで、 Google ドライブ今すぐダウンロード、はい、で Google ドライブ、 Google アプリランチャー、 Google スプレッドシートですね。これをダウンロードしていただきな、スプレッドシートはダウンロードするものではありませんが、ここですね、あらかじめもう一度言いますけども、ここの前の段階、ここですね、ここが表示されてなかったり、こうしても、これが表示されないという場合は、Google アプリランチャー、Google ドライブっていうのをこうダウンロードしてください。はい、ということです。Google スプレッドシートについては、このドライブをダウンロードした後に、これが、ここに押してですね、これが表示されなかった場合は、こういうふうに検索して、シートを開くというような形をとってください。それでは、進めていきたいと思います。問題なく入れて、問題なくこの Google ドライブというようなところに入れましたら、Google スプレッドシートというのを開いていきます。で、こちらで全部管理していくことになります。で、まあ、ここに、商品の、商品詳細で、例えばこれが洋服、まあ、洋服だったら洋服みたいな感じですね。まあ、こういうふうに、まあ、設定、していくわけですね。で、ここで商品を管理していったり、で、こう、じゃあ1個売れたら1個とか、まあそういうような感じで管理していきます。で、このシートを、メルカリとかやってね、こうやって、で、これでまあ管理していくというような形になります。で、ここでは、使い方、この詳しい使い方ですね、このすごくいろいろ、まあ、要はその、クラウド上の、Excel ということになります。だから、パソコンに Excel とかが入っていない方でも、Google を使えば、オンライン上で Excel とかを使えるというような風に捉えていただければと思います。で、いろいろな詳しいのありますけども、とりあえずそれは、ここでは説明いたしませんけども、もしご興味がありましたら、まあ、いろいろいじってみてください。はい。
それでは今回はですね、Google ドライブを使う、そして Google ドライブの中にあるスプレッドシートというのをどういうふうに使っていくのかというような概要をお伝えいたしました。それでは次はですね、実際にこれをどういうふうに作り込んでいくか、どういうふうに商品の紹介を作っていくかと、商品をどういうふうに管理していくのかというようなことをご説明していきます。その時にですね、テンプレートもございますので、まあそれをインストールしていただくというような形になると思いますけども、もうちょっとテクニカルな部分をお話ししていきますので、次回の動画をよろしくお願いいたします。はい、それでは今回の動画終わります。ありがとうございました。